これが今日のログインボーナスね。明日はこれがもらえる。レースにエントリーするのか？お互いベストを尽くしましょうね。お、このゴールドシップ様を呼んだか。はい、桜爆心王です。6番桜爆心王、16番人気です。結果を残すのは難しいかもしれませんが、曇り空の下、大井レース場ダート2000レジェンドレース、16人の馬娘たちが挑みます。注目の桜爆心王、十分に勝利を狙えますよ。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、ワンダーキュート。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート、各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは4番ワンダーキュート、パパのリッキー。最後方からのレースとなった桜爆心王、大丈夫か。まだこれからですよ。ここからの巻き返しに期待です。コパノリッキー会長に飛ばしていきます。花を奪っていったのはコパノリッキー。続いて4番1馬身離れて、5番1馬身差、10番第1コーナーを回って第2コーナー。日の落ちた多いレース場を照らすように馬娘たちが輝かしい走りを見せています。前から大きく開きました。間延びした展開です。後方の馬娘が差し返せるのか、気になる開きです。さあ先頭に立ったのは4番、続きましたコパノリッキー。2コーナー回って向こう正面、順位を振り返っていきます。現在1番手は4番1馬身離れてコパノリッキー、少し離れて5番、それを見るように北高谷前、外を通りまして12番、10番、並んできた、少し離れてワンダーキュート、それを見るように16番、さらに1番、さらには3番、外から14番、少し後ろから9番、そしてその外を回って7番、少し離れて2番、後方2番手に11番、ポツンと1人桜爆心王、4番先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。第4コーナーカーブ、ここからスタート、一気にレースが動きます。明るく照らされた南関東随一の直線に差し掛かります。ワンダーキュート、完全に抜け出した。ワンダーキュート、このまま押し切れるか。残り200、足色は衰えない。ワンダーキュート、リードは2馬身、先頭は依然ワンダーキュート。後ろを突き放してワンダーキュート、ゴールイン。圧巻の走りでレースを制した、ワンダーキュート、レジェンドレースを制しました。2着は北高タルマエ、3着はコパノリッキー。いじけてなんてないですよ。お互いベストを尽くしましょうね。はい、桜爆心王です。お、このゴールドシップ様を呼んだか。
13番ゴールドシルク、16番人気です。結果を残すのは難しい。曇り空の下、大井レース場、ダート2000レジェンドレース、16人の馬娘たちが挑みます。注目のゴールドシップ、十分に勝利を狙えますよ。人気と実力を兼ね備えたワンダーキュート、真っ向勝負に注目だ。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート、各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはコパノリッキー、6番北方タルマ、最後方からのレースとなったゴールドシップ、大丈夫か。ちょっと厳しい位置ですが、ここからの巻き返しに期待です。ゴールドシップペースが速い、スタミナを切らさないか心配です。コパノリッキー会長に飛ばして行きます。高校と照明が灯る大井レース場を馬娘たちが疾走して行きます。1コーナーから2コーナーへ向かう。前頭がやや速いのか、縦長の展開だ。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。先頭は依然コパノリッキー、1馬身リード。続いて6番1馬身差ワンダーキュート、4番手には7番向こう上面に入って、先頭からしんがりまでおよそ20馬身。順位を振り返っていきます。先頭は変わらずコパノリッキー、続きましたワンダーキュート、6番3番手北高タルマイ、4番手7番5番手14番並びかけてきた、内を回って15番。おれ1馬身差4番、1馬身離れて8番、その外並んで10番、少し離れて5番、少し後ろから3番、そしてその外12番、後方2番手に11番、最後方ポツンと1人、ゴールドシップ、意気揚々と先頭を行きます。ワンダーキュート、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。明るく照らされた南関東随一の直線に差し掛かります。食い下がる北高たる前、ワンダーキュート強すぎる、完全に抜け出した。200を通過、余裕な走りだ。2番手との差は縮まらず、これは勝負だ。ワンダーキュート、これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。ワンダーキュート見事に完勝、レジェンドレースを制しました。2着には北高タルマエ、3着はコパノリッキー。お互いベストを尽くしましょうね。